わっさー、琵琶湖ガイドなすびです。よろしくお願いします。8月の4日で、なすび TV YouTube 更新が止まっているんですけど、何が今までやっていたか、私がやっていたかっていうのをちょっとお話しします。まず8月の4日がなすびガイドだったんですけど、8月の5日と6日、次の日と、次の日、8月の5日と6日の土日は、実家の石川県に帰省しておりました。久しぶりに帰省して、ゆっくりと、自然にファーって癒されてました。はい。で、8月の7日の月曜日はボートを整備しておりました。いろいろとね、パワーアップさせるために整備しておりました。で、8月の8日、花火大会ですね。琵琶湖花火大会があったんですけど、その日はナスビガイド予定だったんですけど、3日ぶりのナスビガイド予定だったんですけど、強風のためにちょっと、ゲストさんとご相談させていただきまして、安全第一で延期とさせていただきました。で、8月の9日と10日、昨日と本日のお話をしていこうと思います。本日と昨日がナスビガイドだったんですけど、昨日からナスビガイド再開して、まあ、4日ぶりのナスビガイドでした。ハイシーズン4日間もね、開けることあんまりなかったんですけど、久しぶりに開けました。というのも、僕の中の考え方なんですけど、夏の琵琶湖って、結構釣れる場所を見つけたら同じ場所がね、釣れ続ける印象がちょっとあるんですけど、まあ実際そうだと僕は思ってるんですけど、それでやっぱ4日間開けてもまあ釣れる場所も変わってないので大丈夫っていう意味も込めて、ちょっとね、まあ石川県帰ったのは体をゆっくりと休めておりました。で、7日整備して、まあまあ3日ぶりに本当は出る予定だったんですけど、まあ、延期して、まあゆっくり体を休めて、まあ4日ぶりの琵琶湖となった昨日です。昨日の話からいきます。8月9日。で、8月9日と8月10日の昨日、今日は、2日連続ゲストさん、同じゲストさんたちでした。ケイスケくん、イガラシさん、ケイスケくんとイガラシさんとヒロさんに遊びに来ていただきました。で、ケイスケくんとイガラシさんは、ナスビガイドゲストさんで、くん付けするゲストさん、ケイスケくんなんですけど、くん付けするゲストさんはね、ケイスケくん一人なんですけど、それはね、結構ね、9個ぐらい年齢上なんですけど、ケイスケくんから俺のことはケイスケくんと呼べと、言われてるので、くん付けさせていただいております。恐縮です。ケイスケくんとイガラシさんと、ヒロさんですね。ヒロさんは初めましてでした。で、ケイスケ君と五十嵐さんはナスビガイドの常連のゲストさん。でも1年ぶりの再会ということで、まあ久しぶりにまあお話しながらのんびりワイワイとやっていたんですけど、まあ昨日と今日もね、風がめちゃめちゃ強いですよね。まあもちろん皆さんご存知の通り台風の影響なんですけど、風が強いんですけど、まあ、もちろん安全第一の上で出船しておりました。で、風も強いので、まあいつも連れてるスポットに入って、で、まあ、ビッグベイトから入るんですけど、まあ、台風の影響で、まあ、4日間開けてるうちに水温がね、結構下がってたんですよね。3度、2度、3度ぐらい下がってて、まあ、30度切る29度ぐらいになってたんですけど、まあ、ぶっちゃけ、表層の水温って言っても、表層の水温しか見てないので、表層の水温、まあ、台風の影響で少し風が強くなって、下の水が、まあ、ちょっと混ざってるんだろうな、ぐらいの感じでしか思ってないので、別にそこまで影響はしてないな。ただ、問題が風。なんですけど、まあ、風が吹くことによってレンジが変わるぐらいで、釣れてるスポットはあまり変わらないんだろうなと思って入りました。で、午前中はね、釣れなかったんですけど、まあ、なかなかスポットにちょっと入れなかったっていうのもあるんですけど、で、午後から入り直して、まあ、ビッグベイトがね、不発で、で、風が吹いてるんでスピナーベイトもやったんですけど、釣れなくて、まあ、結局ミドストじゃないミドスト、チビアダーの4インチ。で、坂又シャットの4インチを使った 1.8 グラムのジグヘッド。まあ、ミドストじゃないミドストで、釣れました。で、昨日が、ケイスケくんが、ケイスケくんだけ釣ったんですよね、昨日。で、肝がね、ウィード外してほぐした瞬間に食ってるんですけど、まあ、イガラシさんと、まあ、ヒロさんがね、バッスリ初めてだったんですよね。で、初めてでもアクション1から教えさせていただいて、結構ね、アクション丁寧にされてたんですけど、なかなか食わなくて、で、2日目あってよかったっていう感じで今日を迎えました。2日目なんですけど、で、朝から出船して、まあ、スポットに入れたので、スポットに入って、そこで連発しました。ヒロさんがね、人生初バスを釣ったりとか、五十嵐さんが1年ぶりのバスを釣ったりとか、もう感動の嵐で、
で、まあ、ずっとやってたんですけど、まあ、風も強いんで、一瞬だけシャローに入って、カバー打ちをやりました。ジカリグ、5グラムのジカリグ、まあ、リーダーレスダウンショットでも、パンチショットでも何でもいいんですけど、まあ、そういう類のリグを投げました。5グラムです。バルビューター 3.5 インチと、ドライブビーバーの 3.5 インチをひたすら足に打ってたんですけど、それで、五十嵐さんはね、50アップ釣って、で、その他、五十嵐さんまたバイトがあったりとかしても、まあちょっとバレたりとかもしたんですけど、で、ケイスケ君もバラしたりとかして、お、結構意外とシャロー熱いななんて思いながら、まあ昼ご飯食べて、昼から風が弱くなったタイミングで沖のスポットに入って、五十嵐さんが、まあ55アップが釣れたりとか、まあ、てんやわんやで、わんやわんやで楽しく、2日間、無事に、まあ、事故なく、風が少し強かったですけど、安全な位置でやって、無事に終えれてよかったです。というわけで、ケイスケくん、五十嵐さん、ヒロさん、二日間ありがとうございました。明日からもね、ナスビガイドが続きますので、頑張っていきたいと思います。また YouTube 更新頑張りますので、よろしくお願いします。また、琵琶湖の情報、状況、僕の考えていることをお伝えしていけたら、いけたらなと思っております。はい。まあ、そんな感じで、まあ、4日ぶりの琵琶湖を二日連チャンで出たんですけど、まあまあ、まあ台風の影響もあったりとかして、ちょっと秋めいてきたらなっていう雰囲気ももちろんあるんですけど、まだまだ夏なので、しっかりと水分補給大事にして、夏をエンジョイしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ナスビガイド下の概要欄から、ぜひチェックよろしくお願いします。9月少しだけ募集しておりますので、で、10月以降もね、普通に募集しておりますので、よろしくお願いします。というわけで、8月の9日と10日のナスビガイドのお話でした。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。